皆さんこんにちは。このチャンネルは私が実際にいたサウナについて感想を交えながら紹介していくチャンネルです。動画の内容が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはサウナの楽園パラダイスさんです。パラダイスさんの魅力を一言で表すと、今と昭和をつなぐ次世代サウナの楽園です。では紹介いってみましょう。 JR 山手線田町駅から徒歩5分の場所にあるサウナ施設です。駅地下というだけでテンションが上がりますよね。施設の周りがあまりにも下町すぎて、本当にこんな街並みにサウナ施設あるのと疑ってしまうほどでした。ちゃんとあったので一安心。営業時間は朝6時から翌朝3時といつでも小屋状態。料金はタオル付きで最初の30分が750円、以降10分ごと250円です。ゆったりしすぎると気づいたら結構な金額になったので、あらかじめ時間を決めていくのがおすすめです。入室時間をしっかり確認したら浴場へゴーです。はい、浴場内です。おしゃきれいお風呂やーと入った瞬間に高揚するほど雰囲気が最高な浴場です。もともと地元で愛されていた銭湯をリノベしてスパ施設にしているので、昭和の良さと今の良さが融合したネオレトロ銭湯という感じですかね。個人的には今まで体験したことのない雰囲気に圧倒されました。はい、お待ちかねのサウナです。こちらはなかなかの暑さと湿度を誇る実力差で、自然と笑みがこぼれるクオリティでした。温度は99度、収容人数23人です。L 字型の作りで、入り口の正面が2段で右側が3段となってます。写真では結構明るく見えるんですけど、実際はかなり暗くて、右側が3台になっているの途中まで気づかないほどでしたね。落ち着いた暗闇に静かに上から落ちてくる熱気がたまらなかったです。セルフロウリュ可能なので、高温に加えて湿度も高く保たれていて、滝汗必至なサウナ室によだれが止まりません。リラックスできる照明と静かなサウナ室内、大量発火を促す熱気と欠点を見つけるのが難しいぐらいでした。はい、次は水風呂です。微妙に特性が違っている3種類の水風呂がサウナ室出てすぐ右でお出迎えしてくれてます。温度は13度、12度、9度の3種類です。13度の水風呂がスタンダードな水風呂ですが、普通に冷たくて気持ちいい。12度の水風呂は頭上から細めの滝があって、都会にいることを忘れさせてくれます。唯一のグルシン水風呂は水中に強めの水流があって、体に常に当たり続ける水流で爽快感マックス。どの水風呂も気持ちよくてスッキリするので、時間があれば全部入ってみてください。はい、次は整え場です。2階に整う椅子とベンチが置いてあるので、基本的には2階で整うことができます。2階には貸し切り専用のサウナがあるので、間違って入らないように注意しましょう。正直2階での整えは言葉で表現するのが難しいくらい特殊な空間で、バッチリ整えました。何がすごいかって、とにかく居心地が良すぎて素の自分をさらけ出せる空間に仕上がってたことですね。正面には日本昔話のオープニングに出てきそうな絵が映し出されていて、下は畳、椅子は座ったことない木の椅子で、何もかも唯一無二でした。この言葉で表すのが難しい経験を実際に行った人と共有したくなりますね。はい、まとめです。静寂と薄暗さで落ち着ける高温サウナ、特性の違う3種類を楽しめる水風呂、未体験の居心地の良さに気を失いそうになる整い場と、ネオレトロ全開でリピート必須の施設だったので、機会があればぜひ行ってみてください。以上、パラダイスさんの紹介でした。また次回のサウナ情報でお会いしましょう。ブワー。